我々の住む地球には約77億人の人々が住んでいます。どうやらここで神様が月を落としてしまいました。様子を見てみましょう。わあ、地球に穴が開いてしまいました。5億人の人々が死にました。次はブラックホールを大量に召喚していきましょう。こんな地球には住みたくない。全員死んでしまいました。地球をぶっ壊してここに地球がなかったことにしましょう。あ、太陽だ、消そう。よし、ごきげんよう、トッポドです。今回は久しぶりにソーラースマッシュやっていこうと思います。久しぶりなんだけどね、このゲーム綺麗だな。あ、これが日本だね。めちゃくちゃ光ってる。あ、間違えた、間違えた。ここ、なんか触っちゃって、レーザー撃っちゃったね。危ない、危ない。もうちょい、おっと。日本には触れないようにね。うわぁ、でも光輝いてるね、日本。で、今回ね、アップデートで、新しい生き物が追加されました。これだね。何これ。大量の、謎の群れだね。ちょっとこの辺に召喚してみよう。あれ待って、なんか召喚できないぞ。近すぎたのかな?この辺からちょっとやってみよう。あ、来た来た。うわー、なにこれ?うわー、大量の蚊だね。多分これ蚊だ。おー。スローモーションで見てみると、こんな感じになるんだね。あれ?そういえばさっきまで日本ここになかったっけ?ごめん、日本のみんな。やっちゃったね。うわー、これでかいね、でも、こっから見ると。いや、こんなでかい大量の蚊が侵略してきたら地球はこんなことになっちゃうんだね。じゃあこの上のね、ちょんちょんのマークを押してこの世界の時間を止めていきましょう。で、時間を止めながらね、一応召喚もできるんで、じゃあこの辺に大量の蚊を召喚していこう。さ、結構これ召喚したと思うんだけど、どうだ?こっから見えるかな?あ、いるいる。うわー、蚊の群れだ。あれでも結構連打したのに、群れが3つくらいしかないね。もしかしてこれ数の限界とかもあるのかな?それでは時間を動かしていきましょう。さあ来てよ、蚊の群れ。うわー、やばすぎる。召喚しすぎた。うわ、こんなことになんだね。地球の終わりだ。すごい細かいんだけど。今回も恐ろしい兵器が追加されちゃったね。あ、ちなみにこの辺、僕ん家があった場所だ。完全に終わっちゃってんね。地球を削ってる感じなのかな?うわぁ、帰っていった、帰っていった。うわぁ、やばいやばい。うわぁ、蚊が。やめてやめて。うわぁ、どっか行っちゃったね。うわぁ、なんか一匹後ろから出てきた。うわぁ、こんなことになっちゃうんだね。今ので人口半分死にました。日本は消えちゃったね。で、上のね、このミサイル9ってね、出てんだけど、これも新しく追加されたみたいなんで、ちょっとやってみよう、この辺に。どういう兵器なんだ、これ。さあ、8になって、撃っちゃったけどね、一発。数が限られてんだね、この兵器。おー、なんだなんだ、これ。わ!見てください、地球が再生された。まさかの回復兵器だった。見てください、日本が蘇りました。さらにね、追加された要素でこのハテナが新しく出てきました。これなんだ、これなんか使えないんだけど。上のやつは選択できるんだけどね、選択するとオレンジ色に光ってこんな感じで、ね、使えるんだけどね。穴開いちゃったね。でも、ハテナは押してもなんもなんないぞ。さあ、どうやらね、このミサイルの兵器を、設定で、66発ね、撃つっていう感じにすると、なんか解除されるみたいなんでね。ちょっとこれ66発撃っていこう。よいしょ。あ、なんか解除された。これにさっきのハテナの兵器ね、出てきたんじゃないか。来た来た、これだ。新しいの来てる。
じゃあ新しい地球にしてきたんで使っていこう。さて、おっと、一瞬なんか出てきたね。これ長押しかな？おー、長押しだ。なんか溶かしてる。ライトセーバーっぽいね、これ。巨大なライトセーバーを振り回して、地球を溶かすっていう兵器ね。ってことはこんな感じにやっていけば、地球を真っ二つに切ることができんじゃないか？おー。よいしょー、オッケー。来た来た、これ真っ二つになったんじゃない？うわー、やっちゃったね、今回も。完全に地球が二つになりました。素晴らしいね。こんな地球に住んでみたい。じゃあさらにこの上の方からね、こうぶった切ってって、地球を四つにしていきましょう。おー、いいねいいね。あ、ここで、全人類死にました。まあ、地球をこんな感じにしちゃったら死んじゃうよね。さあ、まあ、とりあえず地球を四つにしました。地球の色も変わっちゃったね。残念。じゃあ、とりあえずね、今回新しく追加された隠し要素がね、二つあるんで、二つね、解除していきたいと思います。さあ、まずはこの正方形のね、地球を用意しました。で、ここにね、さっきのこの回復するミサイルを撃つと、じゃあ、撃ってからの、で、これ、ね、リセットを押すんだけど、こうなんか緑のもやーって出たら、リセット押して、来ました。隠し要素。なんか、マインクラフトの地球みたいだね。うわ、マイクラの地球。宇宙から見たらこんな感じなんだろうね。綺麗だなぁ。よし、ぶっ壊そう。じゃあまずね、こう、おぉ、なんかこれ四角いから、一つ一つですね、四角でできてるから、綺麗に真っ二つにできちゃうね、これ。おぉ、いいよいいよ。よし、半分にしました。でもしっかりこの地球のね、中心に、マグマがあるね。これ、もう片方ね、なくして、この地球の断面図見てみたいよね。じゃあこの辺に大量の蚊を召喚していきましょう。おー。こんなマイクラプレイしてみたいね。蚊が襲いまくるマイクラね。で、さらにね、もう面倒いからね、この辺はもうライトセーバーで消していくか。よいしょー。よし、地球の半分消しました。いいねいいねー。さあ、これがマイクラ型地球の断面図です。うわー、いいねー。マイクラもこんな感じになってるよねー。この下の方にマグマがあってねー。さあ、でもこっから見ると、うわー、綺麗だー。綺麗なー地球だねー。じゃ、こっちも消そう。よいしょー、ブラックホール召喚しまくりー。ブラックホールもこうやって見ると、綺麗だねー。うおー。こんなマイクラプレイしたくないねー。ブラックホールに飲み込まれまくる前からね。よいしょー、月も召喚していって。絶望すぎる、こんな地球。あとは雷を召喚していこう。よいしょー。さあ、見てください。マイクラ型地球が、消えました。うわー。あとはもうこういうちょっとしたカスしか残ってないね。このマイクラプレイしたら、このカスでね、みんな生活してください。じゃあね、もう一つの隠し要素をね、見つけていきましょう。そこのね、雪だるまに、このね、一撃で全てを破壊する兵器。これをね、召喚して、さあ、レーザーが発射されたね。で、赤くなってくよ。で、どういうタイミングだろう。これ結構赤くなってきたら、よし、そろそろいいんじゃないかな。で、これまたリセットして、来ました。おー、クッキーマン、星になりました。クッキーマンの星だね。ちょっと今これ暗いな。太陽が後ろ側にあるからね、ちょっと暗く見えちゃうね。そう、明るくなってきました。こんな顔してたんだね。よし、じゃあ半分に切っていこう。よいしょー。縦にこんな感じでね、ぶった切る。こういう感じで食べてみたかったんだよね、このお菓子。
よーし。ちょっとこれかわいそうだな。これちょっと回復させてあげよう。よし、もうこれ使える数がね、限られてるから。ちょっとね、慎重に使っていきたいね。この回復するミサイルは。よーし、オッケー。あ、ちょっと、顔半分、回復しなかったけど。まあ、いいか。よーし、このバリアをね、貼っていきましょう。さ、これどうなる？おー。すごいセキュリティになったね。これならもしかして、蚊とか召喚してもいいんじゃない？よし。一応バリア貼ってるから、耐えるかな？どうだ？食い尽くされないかな？おー、守ってる、守ってる。バリアがいい感じに守ってるね。いや、でも、剥がれそうだな、バリア。剥がれちゃったか？おー！でも、無傷で済んだ。バリア最強だね。じゃ、ちょっとさらに、バリアをね、召喚していきましょう。よいしょー。さ、バリアの数もめちゃくちゃ増えてきたよ。うわ、いいね、いいね。おー、なんだなんだ？めちゃくちゃ近いところで、バリアが生まれた。なんか、なんかすごいことになってる。すごい重なっちゃってんね、この辺。まあ、いっか。じゃあこれで。それでは蚊を大量に召喚していきましょう。さあ、耐え切れるか？あれ？うわあ。まさかのゲームの方がイカれてしまった。これじゃあ蚊を大量に召喚しすぎると、ゲームが落ちちゃうってことかな？どうだ？あ、固まった。これは。よし、やり直してきました。よーし、いろんな生き物を召喚してみましょう。よいしょー。いろんな生き物に襲われる地球。こんな地球には住みたくないなー。よし、いろいろ召喚できちゃったね。あと、これも初めて使う兵器かもしんないね。これなんだ？おー。なんか戦闘機の群れが襲いかかるってこと？これも地味に初めて使うかもしれないね。おー、威力すごいなー。僕たちの大切な地球が、ちょっと硬い時のうんこみたいになったね。じゃあね、このマイクラ型地球を真っ二つにしていきましょう。さ、綺麗に真っ二つにしてきました。そうしたらね、この回復兵器。これを、ちょうど地球の中心にやってみるとどうなる？これ。マグマも回復するのかな？さあ、よし、当たったよ。おお、マグマが盛り上がってる。一応マグマも回復するんだね。来た、来たわー、すげえ。マイクラ型地球が再生されました。ちょっとでも、この辺ね、草とか海まではね、回復しなかったけど。まあ、いっか。さあとね、この丸い爆弾をね、これ出してみると、TNT になるんだよね。マイクラ型地球の時だけ、このね、TNT になる仕様になってんだね。よーし、じゃね、TNT をたくさん置いていきましょう。よし、だいたいね、5分くらい召喚し続けました。うおー。この TNT の山、こんなマイクラ絶対プレイしたくないね。爆発した瞬間、パソコンが吹っ飛びそうだな。うわー、でもすごい積み上げちゃったね。よーし、じゃね。せっかくここまで積み上げたんでね、爆発させていきましょう。それは UFO のレーザービームでやっていきましょう。さあ、この TNT の山に UFO が到着しました。さあ、こっから、やばいぞ、来た来た！どうなんだ？あれ？爆発しなかっただと？この威力じゃ爆発しないのか。よーし、隕石落としてみました。隕石の威力で爆発するんじゃないか？さあ、どうだ？ぶつかったー。ちょっと火花が出たけどね。TNT、硬い。隕石でも無理なのか。よーし、じゃあ今度ね、月召喚してみました。月なら爆発するでしょう。
さあ、やってきたよ、月が。TNT 爆破するかな？さあ、何？まさかの月の方がえぐれた。この TND 硬すぎる。だったらこれミサイルで行こう。ミサイルを撃ちまくれば、どれかに一つはね、火つくんじゃないか？一つ爆発すればね、その威力で周りが爆発してくると思うんだよね。どうだ？あ、これ来たんじゃない？来た！大爆発！あ、完全に。ゲームが終わったね。まあこうなっちゃうね。パソコンがイカれたところで今日はね、この辺で終わりたいと思います。またね、面白いアップデートが来たらソウルアッシュマッシュやっていきたいと思います。じゃあね。